立山火山の地形図。左へ伸びる平坦部が三田ヶ原。中央右の窪地が立山カルデラ。立山カルデラは富山県南東部の立山に含まれる立山火山の一部である。2007年に富山県では魚住まい没林と共に日本の地質百選に選定された。飛山と立山カルデラ飛び、山と白岩サボダムと土砂北に天狗山。 国見岳、東に竜王岳、四志岳、南に和志岳、飛山を外林山とする西開きのカルデラである。カルデラの広さは東西およそ6 5トル南北およそ5 0トル縦山火山の崩壊と侵食によってできた。以前、縦山カルデラは約10万年前の小明朗火砕流を噴出する。 噴火によって形成された陥没カルデラであると考えられていたが、現在では侵食カルデラであると考えられている。そのため、地質調査所主任研究官の中野旬など、カルデラとは呼びたくないと言明する研究者もいる。なお、カルデラ内には土壌池や出し払い池、刈込池などといった小さな故障も点在し、一部の故障では、 過去に放流されたニジマスや船などが定着し、自然繁殖を繰り返している。また、カルデラ内には、かつて縦山からザラ峠、ハリノキ峠を経て、大町へ抜ける、縦山神道と呼ばれた古道があり、古道上には、縦山温泉と呼ばれる温泉旅館が存在した。温泉旅館は、江戸時代には、縦山信仰の登山者、明治時代以降は、 北アルプス目当ての登山者やサボーダム建設の作業員などで賑わいを見せていたが、度重なる水害などにより荒廃し1971年に廃油となっている。約22万年前に立参戦斜面の火山活動が始まる。その後、縦山カルデラが生成し、侵食が進むにつれ、三田ヶ原と五色ヶ原を分割する格好となった。 1858年4月9日に発生した飛び越し地震により飛び山崩れが併発した。これにより、かつての大飛び山と小飛び山は完全に崩壊し、縦山カルデラに大量の土砂が流れ込んだ。カルデラ内では縦山温泉の温泉客と従業員が土石流により死亡。上岸寺川上流部では天然ダムが発生。 金沢藩と富山藩により警戒避難対策が講じられたが、4月23日、6月8日の2度に、渡り、決壊、3万国以上に相当する電磁が土砂に埋まり、死者、流出家屋も多数、下流の平野部に大きな被害をもたらした。また、カルデラ内からザラ峠を抜けて、北アルプスにアクセスする登山ルートがなくなった。 その後も度重なる災害が発生し、最近では1969年の豪雨により一部の箇所が大規模に崩落。後に、カルデラ内の縦山温泉が、ルート寸断により廃止に追い込まれた経緯がある。2016年、カルデラ内を地熱発電の適地として有望視し,していた、富山県企業局が中心となり、縦山温泉地域地熱資源活用協議会を発足。 2017年度に旧立山温泉付近で掘削調査が実施される予定。飛び越し地震の後、土砂流出災害が度重なったため、富山県は1906年、国庫補助を受けて、白岩砂防園庭より上流の砂防工事に着手した。しかし、この白岩砂防ダムも19、1919年、1922年と、続けて破壊されてしまった。 そのため、富山県だけで本事業を行うのが困難となり、1926年、国直轄の事業に変更となった。その後、1931年に、千住が、原、白岩間の砂防工事用、トロッコ軌道が開通し、資材輸送ルートが完成。1937年には、日本一の著作量を持つ、本宮砂防ダムが完成。 1939年には10年の歳月をかけた白岩園庭が完成。7期の副ダムの複合体としてのダムとして、高さ63メートル、落差108メートルの規模は、共に日本一の高さである。本砂防事業内だけで2つの日本一を有している稀な事業となっている。その他、カルデラ内外に数多くの砂防ダムを築き、 富山平野への土砂流出を防いでいる。この砂防事業に対し、高田綾は著書、崩れに感銘した旨を書いている。カルデラ内には、崩れの文学碑も建てられている。現在でも、流出すれば、富山平野が1の2メートルは埋没してしまうと、言われるほどの大量の土砂が、立山カルデラに残っている。そのため、流出防止のため大規模な砂防工事が、 白井は砂防ダム含め境においても毎年約50億円の予算をかけ行われている。ただし、陶器は20メートルほど積雪があるので、雪害を防ぐために工事は4月から10月しか行うことができない。11月から4月の間は工事を中止し、現地工事事務所の建物のほとんどと砂防工事用トロッコの橋脚を撤去している。 その後期は無期限と現在では考えられている。原因は火山灰が大量に堆積し生成された土砂の地質のため砂防ダムを建設しても土砂の上にコンクリートのダムを作っているような大自然から考えると脆弱なものであり完全に流出防止させることはその土砂の堆積量からも不可能とされているためである。工事中よび休止中でも 縦山カルデラの様子は24時間体制で、カルデラ内各所に設置された監視カメラで監視されており、不意の事態の場合には、山道を使っての避難やヘリコプターによる避難の体制が取られている。1 0トル以上離れた縦山駅周辺においても、カルデラ砂防博物館屋上からヘリコプターで避難できるようになっている。そのため、縦山カルデラの砂防工事は、 世界的にも有名になっている。2007年、富山県は、立山、黒部防災大国日本のモデルマイナス振興、砂防、発電をテーマに、世界文化遺産登録に向けて、提案を行い、暫定一覧表候補の文化遺産に位置づけられた。富山県立山町には、立山カルデラ砂防博物館があり、立山カルデラや、 周辺の砂防工事の歴史、展示紹介、見学会の受付を行っている。見学会では工事用トロッコやバスからカルデラの様子を見ることができる。縦山カルデラ周辺は関係者以外の立ち入りが規制されている。ありがとうございます。